青山霊園は東京都港区南青山二丁目にある東京都立の霊園である。1872年、美濃城藩の藩主、青山家の下屋敷跡に開設された。当初は新総裁墓地であった。1874年9月1日、市民のための公共墓地となった。1889年、東京府から東京市に移管された。1926年、 最上の建物のすべてが東京市に寄付され、日本で初めての公営墓地となった。現在は東京都の所管である。面積は約26ヘクタールで、合津藩出身の気流氏が開いた、現在の付属立山墓地が起こりとされ、隣接して、後の青山霊園への造成へとつながっていった。その後気流氏は、当時の東京府に土地所有権を無償で供与し、 代々縦山墓地の管理に携わってきたが、東京都により2008年3月いっぱいで管理の更新を断られた。都による墓所使用料未払いによる無縁物への墳墓改装、それに伴う公園型霊園開発を理由とした2000年代以降の霊園内外とありちの段階的な賃貸量増額も相まって管理の更新を断られ、先祖開拓以来の土地を離れることとなった。 なお、霊園内外人墓地に関しては無縁物として改装されず、貸付対象箇所にはならないことになった。霊園は桜並木が名所であるが、公園型霊園開発を理由として桜や銀杏、松など、巨樹の伐採も進められている。明治維新の功労者や文学者、科学者、芸術家、政治家等の著名人墓所が数多くある。維新の三傑である、大久保敏道、 細い脇蔵の女皇愛士の印税で建てられた解放運動無名戦士墓も存在、中堅、八甲の墓もある。付属立山墓地には長田鉄山、木村平太郎、相良宗像なども眠っている。いずれも合奏、東京都公園協会今月のお知らせ。2018年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月30日閲覧。ありがとうございます。